来宮寺は、岡山県高橋市にある臨済州永元寺派の寺院である。三号は、天中山。本尊は、聖観世音菩薩。備中西国第五番札所、瀬戸内、観音霊城第十三番札所となっている。国市定名省の庭園は、小堀演習の初期の作。寺の創建は不詳である。1339年、足利高氏が、 備中国安国寺として最高、サビ室元光禅寺を迎えて、解散第一祖とした。弱室禅寺は、昭和三年未まさかに生まれ、十三歳で、出家、三十一歳で元に渡り中法明本禅寺に、サビ室の道号を与えられた、臨在州の僧である。火略元年に帰国し、備中瓶頃を、巡釈中だった。英少年間、備中松山城城主。 上野雷宮が大団落ちとなり、寺院の整備を進めた。1521年に中高の祖である雷宮が成居した後、その中から次号が暗黒雷宮寺に改められた。雷宮の墓はこの寺にある。備中三村宿用日また、三村家地下、元親、勝方島丸の備中三村市三代の墓がある。家地は、A69 年に、浮田直家により、 公前寺で暗殺され、この元親は、備中平乱で、毛利、浮北連合に敗れ、天正三年小連寺で自陣、孫の勝ち方丸は、小早川高景により殺害された。この平乱により、伽ンは消失、毛利家人である、天野元明、元信が再興した。伽ンは1839年の大火でも、全焼している。1600年の関ヶ原の戦いの後、 徳川家康は没収した、毛利両党単の備中国一万四千国に、小堀正次を封じ、西国を監視する備中大官とした。1604年、正次は正居し、この正和が医療を継いだ。この頃の備中松山城は備中平乱により荒廃していたため、正和は、来宮寺で政務を行い、1619年の、違法まで、ここで過ごした。 境内の庭園はこの間の正数による策定とされる。書院から南を見て、左に県外づくりの札きの大刈込みの青海派、中央奥に低い月山城の鶴島、亀島を置いて、石を組み、砂門を描いた白社で海を表現した枯れ山水、蓬来庭園である。あたご山を借景とする。良好な管理により庭は、江戸時代初期の手法による優れた衣装を保ち、 1974年7月31日に国の名称に指定された。2009年7月23日には本堂や書院などが追加指定された。また、庭にある高さ148センチメートルの石道路は四指定文化財になっている。異なる部品を集めた寄せ道路であり、火袋、中体、竿は南北朝時代、傘、基礎は、 江戸時代中期以降のものと推定される。竿には1339年12月に、シャミサイネンが増流したことが刻まれている。ありがとうございます。